皆さんこんにちは、マッキーです。今回はですね、新宿の柏木カフェさんにまた訪れまして、今ご覧いただいている模型を走らせてきました。非常に美しいデザインのですね、機関車はですね、客車を引いて走らせておりますので、ぜひですね、そちら最後までご覧いただければと思います。それではお願いいたします。まずですね、皆さんにご紹介したいのが、ハンガリーの私鉄のようなですね、鉄道会社がありまして、そちらの機関車です。今人の顔がですね映ったかと思いますが、こちらはですね、音楽家のハイドンですね、ハイドンが描かれた美しい機関車になります。見てて惚れ惚れとしてきますよね。そしてもう一つですね、こちらも音楽家の方がですね、ピアニストのリストが描かれた機関車になります。こちらもですね、ハンガリーの G7 という会社の機関車でして、この際期間限定で走らされた、機関車になると思います。いや、こちらも非常に塗装が美しいです。走ってる姿なんか見てもいいですよね。はい、ちょっと残念なのは、客車がですね、そのハンガリーの G7 の客車ではなくてですね、これオーストリアの客車を代用していますので、ちょっとその点が若干残念なんですけども、まあとはいえ機関車の美しさは伝わるかと思います。そしてですね、機関車、先ほどとは、反対の、サイドビューになりますけども、こちらもですね、また違ったデザインのが描かれています。こちらはですね、ハンガリーの国旗ですねがなびいてる、デザインです。これ美しいですよね。そしてもう一種類、異なる機関車を持ってきました。こちらはですね、オーストリア連邦鉄道の1216型という機関車です。なんか先ほどの機関車と形似ているなというふうに思われた方いらっしゃると思いますけど、まあ、タイプとしてはほぼ一緒ですね。同じシーメンスが作っている、まあ、タウルス型なんてこう通称言われていることもありますけども、こちらもですね、デザイン、しかも両サイドで異なるデザインをまとってまして、これも非常に美しいんですよね。そしてですね、この日はですね、ちょうど一番ピークの時間からが一段落したですね、タイミングでお店に訪れたこともありまして、ほとんどお客さんがいらっしゃらなかったということでですね、広めの画角で今回は撮っております。まあ、こうすることでですね、おそらく柏木カフェさんの、まあ、おしゃれなこの雰囲気がよく伝わるんじゃないかと思いますし、今回ですね、走らせているとてもおしゃれな機関車と、マッチしているところがよくお分かりいただけるんじゃないかなと思います。ということでですね、ここからはですね、ちょっといつもより長めなんですが、走行動画をご覧いただきですね、このお店の雰囲気もと、あと模型の走行ですね、一緒にお楽しみいただければと思います。
かがでしたでしょうか。今回は新宿にある柏木カフェさんで、おしゃれなヨーロッパの機関車を走らせてきたということでお届けしました。ね、今ご覧いただいた通り、こうおしゃれな内装でですね、そこで先ほどご覧いただいた機関車を走らせる、これまた最高ですよね。そしてですね、こちら今ご覧いただきます、柏木カフェさんはですね、カフェですので、もちろん飲みながら、そして食べながら模型を楽しめるというところで、こういったところも、他にはない、特徴かなと思います。あとですね、先ほどちょっと動画にも出てたと思いますが、このようにですね、やっぱ機関車を10連にして走らせるというのも、これもまたなんかこう、なんですかね、こう短期で走らせるよりかはもうまた違った形でですね、より映えるというところも私自身感じてまして、こういう楽しみ方ができるのも、まあ機関車の客車のこの編成だからこそ、できることかなと思います。はい、ということでですね、本日は以上となります。よろしければですね、チャンネル登録、コメント、いいねお寄せいただければ幸いです。このチャンネルではですね、鉄道模型の HO ゲージの走行シーンを中心に、レンタルレイアウトなどのご紹介をしております。まあ、HO ゲージのレンタルレイアウトですね、なかなか数が少なかったり、あとは、どういうところなのかなと事前に情報を特に知りたいんですよね。私もやっぱこう、やっぱり、ね、HO ゲージ大きいですので、持っていく手間というかですね、そういうところもいろいろ考えていると、やっぱHO ゲージのレンタルレイアウトの情報あればいいなと思ってますので、私からご提供できるものは皆さんに、お伝えできればと思います。はい、それではですね、これからもぜひ、当チャンネルの動画ご覧いただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。